エンチクロペディはドイツの哲学者ヘーゲルの主張。エンチクロペディとはドイツ語で百科事典を意味する言葉である。ヘーゲルがハイデルベルク大学教授時代に講義に使うために刊行したものである。論理学、自然哲学、精神哲学の三部からなり、あらゆる哲学、知を体系化しようとする壮大な著書である。その後、本人によって改訂が行われ、 さらに聖居後に刊行されたヘーゲル全集版では、ヘーゲルの講義筆記をもとに大幅に増補されている。先に刊行された論理学に対して一般に小論理学という。ヘーゲルによれば存在本質概念というのは、人間の認識が深まってゆく過程であるとともに、絶対者の属性でもある。例えば、神は存在するというのは、ごく当然の規定です。それだけで終わっていては、 浅い段階に止まり、本質概念と進んで、神は絶対的理念であるというのが最も深い考察である。存在論本質論概念論理学物理学有機体学ヘーゲルによれば、精神は単に人間の主観ではなく、世界史の過程を通して絶対的精神が自己展開してゆくことになる。主観的精神客観的精神絶対的精神。 客観的精神の部分をさらに考察したものが後に法哲学になる。最後の哲学に至って短所の論理学と円環を結んだ体系が完成する。一見してわかるようにヘーゲルは3という数に非常にこだわって哲学体系を築き上げた。こうした考えはキリスト教の3位一体説が元になっている。ヘーゲルの弁償法の考え方は その代表例であるが、フィヒテの弁償法にも認められるし、カントが示した十二項目のカテゴリー表にも認められる。ヘーゲルは、この書を含めこの世界のあらゆるものを自身の哲学体系に取り込もうとし、この世のあらゆる現象を扱う諸学問もこの体系から導出すべきだとし、ヘーゲル自身もこの体系は完成しているとみなしていた。しかし、その意図は壮大であるが、 それほど割り切って世界が説明できるのかという素朴な疑問が浮かんでくるのも事実であろう。ありがとうございます。